君は知っているか？宇宙より迫る侵略者からこの青い地球を守っている勇敢な戦士たち、地球防衛軍、通称 EDF を。プライマーやフォーリナー、そしてインベーダー、次々に現れた侵略者を EDF は知恵と勇気で撃退してきたのだ。そして今、再び地球に魔の手が迫ってきた。その名はダークレジオン。ダークレジオンは侵略者たち6隻のマザーシップと共に襲来し、地球に攻撃を開始した。もちろん EDF は必死に戦った。それでバラバラマザーシップの一斉攻撃で地球はバラバラにされてしまったのだ。陸路が断たれ、物資や食料の支援も行き届かず、国家も政府も我々 EDF も壊滅状態だ。人々は今絶望の淵に立たされている。だが我々にはまだ希望が残されている。それが君だ。君を新しい EDF のコマンダーに任命しよう。各地で孤立奮戦を続ける EDF の仲間ブラザーを集め、最強のチームを作るのだ。そして我々 EDF はダークレジオンに反撃を開始する。してまいります。これはチュートリアル的にですね、このゲームのシステムをいろいろ教えてくれるミッションですので、はじめましてコマンダー、まずは今後の作戦における基本的な説明を。巨大生物の反応です。こんな時に。今は一人なんですね。はい、今一人ですね。完全にこんな形でですね、敵が登場してきますので、攻撃して倒していきます。コマンダー、今チームに参加しているブラザーは特戦歩兵レンジャーです。彼は火器の扱いに長けた戦闘のエキスパートです。俺は全地球防衛機構軍 EDF レンジャーの大地守るだ。よろしくな。陸上戦なら任せてくれ。戦闘を指揮し巨大生物を殲滅してください。こんなものも EDF の誇りにかけて。絵は可愛らしいんですけどね。むしろでもこの幾何学的な世界観なので、割と正確なタイトなプレーもできそうですね。そうですね、うん、はい、問題ない。 BTS としてはシステムは、これまでの、順次のようなサードパーソンシューティングですね、はい、ということで今レーダー上から右上がレーダーなんですけど、敵が消えました。さすがコマンダー、お見事です。この面はクリアということで。あ、でもなんか新しい情報が。勝利に導けそうだな。しかしレンジャー1名だけではチームと呼べませんね。お、レーダー上に何か映りましたよ。ピンク色のびっくりマークが出てきます、はい、右上のマップ上に。ここにいた。あ、この見かけでね、キャラクターどの陛下かすぐ分かる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ブラザーの位置はレーダーを確認してください。あ、今ちょっとコメントでアイテムドロップを見かけなかったみたいなことがあるんですけど、ゆくゆく出てくるんですよね、ドロップ。アイテムドロップ、先ほど、体力回復等は出てました。出てました、はい、はい、こんな感じでですね、各地の、EDF 隊員たちがですね、はい、助けを待ってますので、こうやって近づいていって見つけたら救出してあげましょう、はい、丸ボタンでエネルギーを、はい、そうしますと、これがですね EDF4 のビームダイバーなんですけども、発見したブラザーはチームに空席があれば即座に参加します。これ今入りましたね、はい、キャラクター左下にキャラクターが今2人になったと。ブラザーのチェンジを行ってみましょう。はい、そういうことです。今2人に、4人まで出撃できるシステムなんですけれども、
空欄があればそこには助けたキャラクターはすぐに仲間になると。じゃあ切り替えてみましょうか。こんな形で切り替えてみましょう。はい、もうマップ上で操作しながらパッパッと切り替えられるんですね。こんな形で空を飛ぶことができます。バラバラになった大陸も飛び越えられる。こんな形で、ああなるほど、あの飛べるキャラクターで飛んで、はい、飛んで高いところに上がった段階で切り替える、はい、っていうこともできる。そういうことができます。じゃあレンジャーになって上から撃ちまくるとかができるんですね。あ、ちょうど敵が出てきましたけども、例えばこういったところにですね、ああ撃ちやすいところに移動して切り替わる。でここからこう敵を、ああ面白い、この辺今までになかったなんか戦略が使えそうですね。うん、この辺はでも打ちまくりで、で高いところに行きたかったらまた切り替えればいいですもんね。はい、ちょっとですね、あの画面をやっぱり全画面にしていただかないと、あの、はい、大事な情報が見えなかったりするんです。はい、あのキャラクターにはですね、スペシャル攻撃っていうのがですねできるようになってまして、ちょっとやってみますね。レンジャーさんのリバースシューター形で、あ、ちょっと外れたかも。すみません、当たらなかったです。なるほど、でも今かなり申し訳ないんです。これは、エネルギーが溜まったらできるってことですか。そうですね、はい、あのこの今ウィングダイバーも溜まりましたのでやってみますね。ウィングダイバーのスペシャル攻撃はガイスト。ところでガイストって何ですか。あ、すごい、全部、はい、うん、あ、体力が、あの心もとないんで回復を。あ、なるほど。やっぱり寿司が1位やったりするんかな、はい、という今のガイストがだいぶ効きましてですね、敵ももう今、レンジャーが倒してくれたので、あ、もういないですね、なくなりました。はい、はい、コマンダーならやれると信じていました。こんな攻撃だ。なるほど。君に改めて命ずる。分断された各地で戦闘を続けるブラザーを集め、ダークレジオンに反撃を開始。総員出撃、地球を守れ。うん、あ、でもね、あのすごいマップを綺麗に このビジュアルですごい綺麗な世界観ができてますよね。これニューヨークですかね。世界各国の街並みがこんな感じで作られてるんですかね。はい、そうなんですね。はい、ということで、これがあのチュートリアルのいわゆるゼロ面的なものなんですけれども、まあ、こんな形で、今2人になりました、はい、2人に、増えまして、でこれからどんどん増やして、いろんなところに行って仲間を助けて増やしていけると、ブラザーゲットということで、うん、まあ、EDF4 のウィングダイバー、うん、レーザーランスという武器とともに、アクセサリーもですね、あの、うん、持ってますね、この子ね、あーローブというね、こういうアクセサリーもともに、仲間になって手に入ったと。で、これらの、キャラクターを助けると集めると武器もその手に入るんですけども、それはキャラクターがどんどん成長していけば、そのうち他の人の武器も使えるようになっていく、あ、はいはい、というようなシステムです、はい、キャラクターは同時にあのパーティー的には4人入る場所がありまして、はい、4人使えるということですね、はい、これ2チームだとこんな感じで人が多いから、なるほど、いいですね、はい、で、そうですね、画面がちょうど、あ、いたいた、右側が今動き出したのが渡辺さん、僕ですね、あ、もううじゃうじゃいるんで打ちまくります。 EDF-1 の陸戦兵を使っているのが私です。で、この形でどんどんキャラクター切り替えできますの で、 そうです、で武器はですね、あのキャラクター1人につき1個しか装備してませんので、その代わりあのキャラクターをどんどん入れ替えて、はい、入れ替えてる間もリロードが飛びキャラに今あの切り替わったんで、こうやって上に行って上から飛んで攻撃、はい、みたいなことができます。そうですね、で打ちキャラにドーン、あ、これちょっと自分で食らっちゃった、はい、あ、それは残ってんだ、必ずですね、爆発する系の武器はですね、はいはいはい、自分にもあの爆風が返ってくるんですよ、それもありましたね、昔もね、はい、気をつけてください。結構ちょっと飛ぼうかな、これで飛んであれですね、高いところに乗ってどっかこの辺で降りて、あとです、降りて、あの範囲攻撃使います。範囲攻撃使うんで一回って打ってください。あ、そうか、避けとかないと範囲攻撃も食らっちゃうんですね、はい、範囲攻撃きます。でもそこなら今大丈夫だと思います、はい、
今僕はペリコちゃんで高いところ登って、ペリコちゃんウィングダイバーかな、高いところに登ってレンジャーに切り替えて高いところにいる子を撃ちまくってます。リロードの時はあれですね、ちょっと他のキャラにした方が、これでそうですね、リロードになったらもう切り替えるっていうのがこのゲームの出方になると思います。気持ちいいなこれ。あとですね、そうだ、重要なことをお話しするの忘れてました。これはバラバラになった地球の舞台ですので、はいはい、ステージの端っこはですね、切り取られた断崖絶壁になってます。ああ、なるほど。そこ落ちると宇宙空間ですので。ああ、ね、さっき動画であったあれ。気をつけてください。なるほど。はい。端っこまで行かないようにと。あと4匹ぐらいの。あと私が端まで行って、端具合をお見せしようと思います。こんな感じで。なるほど。こんな感じです。これポロッと落ちると大変なんですけど、落ちてみましょう。あ、落ちるとですね、こんな感じで、あっとなってしまう。まあ復帰しますけれども。なるほど。ただですね。でももう一応全部僕やっつけましたよ。あ、でやりました。落ちてる間に。じゃあ僕その間にもう一回落ちてみますけど。あ、またうじゃうじゃ来た。来ましたか。ウェーブが来ました。落ちてもですね、飛べるキャラクターに切り替えれば。ああ、なるほど。落ちてる途中にパッと切り替えれば間に合ったりも。あ、自分ちょっとね、飛べるキャラクターはね、必ず一人チームに入れておいた方がなるほどいいですよね。はい、じゃあちょっと敵をやりましょう。だいぶ増えましたから、ね、また出てきました。自分で自分を助けるなんてこともできるんですかね、もしかして。あ、自分のチームは助けられます。もし自分がプレイしていて、戦闘不能になったら他のキャラクターに切り替えて、なるほど、キャラクターを救いに行くというようなことも可能です。なるほどなるほど。ちょっと飛んでみるか。ちょっと範囲攻撃もう一回やります。はい。あ、ただ時間が来てしまいまして、これ、ちょっと最後までできなくて残念ですけど。